本日はアボガドロ数とはということでお話しします。ウィキペディアによると、アボガドロ定数とは物質量1モルを構成する粒子ですね、分子、原子、イオンなどの個数を示す定数である。国際単位系 SI における物理量の単位モルの定義に使用されており、その値は正確に6.00221407×10の23乗モルのマイナス1乗と定義されている。アボガドロ定数の記号は NA または L である。アボガドロ定数を単位、モルのマイナス1乗で表した時の数値はアボガドロ数と呼ばれる。すなわちアボガドロ定数 NA は、このモルのマイナス1乗の単位がついていますが、アボガドロ数は無次元量でなんですね。で、アボガドロ数は正確に上記の値であるので24桁の整数であり、正確にね、ここに書いてあるこう長いのやつになりますね。とのこと。モルの定義、これは物質量の SI 単位であり、1モルには厳密にアボガドロ数の、要素粒子ですね、分子、原子、イオンなどが含まれるんですね。物質の個数を表す言葉にね、1モルという単位があります。例えば、ある物質 A と別の物質 B を同じ条件で比べたいとき、2つの物質を同じ重さで揃えても同じ条件にはならないという場合があります。なぜなら、同じ1グラムの中に物質 A は1000個入っているけど、物質 B は5000個入っているというようなことが起こるからです。つまり物質はそれぞれ密度が違う。ね、同じ大きさの中に入っている個数がそれぞれ違うということです。そこで、モルという単位が必要になるわけです。1モルはアボガドロ定数の数です。モルの数は物質量と言います。以前、炭素ね、正確には炭素12は 12g で、1アボガドロ定数個の炭素原子で、これを 12g の炭素の個数を1モルと表現しましたが、現在は定義が変更になって実験値となっています。物質の数割るアボガドロ定数で求めます。気体分子と体積の関係ね、ボイルの法則ね、1660年ね、一定の温度の下での気体の体積は圧力に反比例するね、 PV イコール K ですね。で、 P は圧力で、 V が体積で、 K が比例定数で、 T は絶対温度ですね。で、シャルルの法則、1787年、一定の圧力の下での気体の体積は絶対温度に比例するね。V イコール KT ね。で、ボイル・シャルルの法則ってこれ合体したやつね。気体の体積は絶対温度に比例し、圧力に反比例するっていうね。T 分の PV イコール K。アボガドロの法則ね、1881年、同温同圧の下で全ての気体は同じ体積中に同じ数の分子が含まれる。ね。気体の、状態方程式ね。1873年、ファンデルバースね。PV イコール NRT ね。で、R は、KB ってね。アボガ、ボルツマン定数ですね。それと NA の掛け体数ね。積です。で、これは、みんな、正確なんですね。このボルツマン定数とアボガドル定数ですね。これもが定義値なんですね。だから、モル気体定数っていうのも、こうね、一応10桁まで、普通は出してますが、これは非常に正確な値ですね。定義値なので。で、ジュールの第二法則は熱力学の法則であり、理想気体の内部エネルギーはその圧力や体積には依存せず、温度のみ依存するという法則ですね。で、気体分子運動論というのがあります。容器に入れられた気体の圧力は無数の分子の絶え間ない壁への衝突が起源です。微子的な分子の振る舞いから拠子的な気体の圧力を導き出すとき、下記のように単純化されたモデルを考えます。一つは分子を質点とみなし十分に乱雑に振る舞う。それから次には、分子は断層衝突し、運動エネルギー、運動量は保存される。
それからもう一つは分子は衝突時相互作用があるということね。ね、気体分子論から考える気体の圧力ですね。立方体容器の一つの壁への衝突を考えるわけですね。左の図はこう立方体に絵が描いていてありましてですね、右の方はその壁にぶつかるときのですね、それぞれの、速度とね、その分力ですね。はい。それが書いてあります。ね、一辺の長さ L で体積 V、これはね、L の3乗ですね、の立方体の容器の中に、1個あたりの質量が M の気体分子が N あるとします。まず、1個の分子について考えると。気体の各辺に合わせて X 軸、Y 軸、Z 軸を取り、X 軸に垂直な面を壁 W とします、ね。と、1個の分子が壁に与える力ね、FT ってありますね。この FT っていうのはですね、F はその前、加速度とね、出力をかけた mα になりますから、mα に t をかけたです。で、αt っていうのは何かっていうと速度ですからね、これは mv と一緒でね、ft イコール mv ということですね。ある一個の分子が壁 w に速度 v で衝突するとですね、弾性衝突するので、ね、vx はマイナス vx となりますが、vy、vz は変化しませんですね。はい。つまり3次元であるはずの壁 W への衝突は1次元として考えることができます。 X 軸方向の分子の衝突前の運動量は MVX で、衝突後の運動量はマイナス MVX ですから、1回の衝突での運動量変化力積ですね、これは FT イコールマイナス MVX マイナス MVX でイコールマイナス2倍の MVX なんですね。逆に壁 W が分子から受けた力積は 2MVX です。ある1個の分子が X 軸方向に T 秒間に進む距離は VXT です。分子が X 軸方向に1往復するための距離は 2L です。壁 W に衝突するのは1往復に1回です。ということは T 秒間に衝突する回は VXT 割ることの 2L 回です。そして1回の衝突で 2MVX の力積を与えるわけですから、 T 秒間に与える力積はですね、L 分の2 VX 2乗 T ですね、はい。この量をね、グラフで表すとこういうふうにね、このぶつかったとこがね、青く出ていますね、はい。で、最初から最後までの時間が T 時間ですね、 T 秒ですね。全図のようになります。一つの山の面積が 2MVX です。この山が T 秒間あたり 2L 分の VXT 個あります。全体で、L 分の MVX 事乗 T の面積になるということです。数のようにこの山を平らにならすと、その高さが平均の力となります。L 分の MVX 事乗 T という面積を T で割ったものです。それが平均の力ですね。だからこの平均の力は L 分の MVX の事乗というになりますね。これが1個の分子が壁 W に与える平均の力ですね。下の方にね、平均すると、下の方に青いのがね、書いてありますかね。この F ですね、左のところに書いてますね。これになるわけですね。今この容器には N 個の気体分子が入れられているので、蒸気 F イコール L 分の MX L 分の MVX 事乗を N 倍すれば壁 VW にかかる力を求められると考えてしまいがちですが、これだと間違いです。 VX の大きさは分子によってそれぞれ違うのです。速度にはね、方向が含まれているので、そのまま平均するとね、右に行くのと左の行くのとね、足すとね、消えてし、消し合ってしまうので、平均速度はね、これゼロになっちゃうわけですね。ですから、N かある分子の VX 事乗の平均を VX 事乗バー2乗平均とし、これを N 倍したものが正確な力ということになります。これを F と置きますね。F イコール L 分のね、N、MVX 事乗バーですね。壁W への圧力、壁 W への圧力を P としますと、圧力は力を面積で割ったものですから、P イコールね、
L 三乗分のね、NMVX 二乗バーになるよね。L の三乗っていうのは、体積のね、V を代入するとね、P イコール NMVX 二乗バー割ることの V となります。で、VX 二乗バーをね、V の二乗バーで表すというとね、で、ベクトルの大きさの V をですね、V を二乗した V 二乗は、V 二乗イコール VX の二乗プラス VY の二乗プラス VZ の二乗って表されるんで、その平均もね、上にバーをつけた、こんなんで表されますね。そして VX 分子は等方的に動くのでですね、VX の二乗バーも VY の二乗バーも VX の二乗バーも等しいですね。ということは VX の V の二乗バーっていうやつはね、最終的には 3VX 二乗バーにね、3倍になるわけですね。で、これ逆に見ると VX の二乗バーは3分の 1V 二乗バーですね。で、これを代入するとですね、気体分子運動論による気体の圧力になりますね。P イコール、ね、3V 分の、NM、ね、速度の V と、ね、体積の V が似てますからね、V 二乗バーですね。はい、で、体積の V 分の N っていうのは粒子数ですね。これは粒子数密度ですね。この圧力は壁 W の圧力というだけでなく、あらゆる面の圧力、この容器内の圧力ですね。また常識は、ね、P イコールね、3V 分の 2N かける2分の 1MV 二乗バーになりますね。で、圧力 P は気体分子の個数 N と気体分子の運動エネルギー2分の 1V 二乗ですね。の平均の値に比例し、体積 V に反比例すると読み取れます。ね、で、この式の、ね、N は気体の分子の個数です。理想気体の物質数を、ね、スモール N ですね、モルとすると、アボガドロ数、ね、NA を用いて N イコール、ね、スモール N、NA と表せます。1モルの時はアボガドロ数になるんですね。常識は PV イコール、ね、NRT ですね。で、R は気体定数ですね。で、この気体定数っていうのは何かっていうとですね、ボルツマン定数と、ね、アボガドロ数をこうね、かけたものですね。はい。で、よって、これ式を見るとね、温度 T は運動エネルギーだっていうことになりますよね。はい。2分の 1MV 二乗のね、バーはね、2NA 分の 3R の T っていうことになりますからね。で、これで平均速度を出してみるとね、二乗平均速度ですね。V 二乗バーのルートはね、これはルートのね、M、大きい M は気体分子の分子量で、小さい M は分子の質量ですね。で、この M 分の 3RT をルートで開いてもですね。R は定数なので、二乗平均速度は絶対速度と分子量によって決まるという。温度が高いほど速度が速く、分子量は大きいほど、ね、重いほど速度が遅いということですね。で、これは一覧表にしたものですね。それぞれの、ね、分子をとその速度ですね。はい。分かりやすい、ここ、物理の部屋よりってね、温度が 273K で一定だとね、運動エネルギー2分の 1MV 二乗バーは一定なんですね。気体が1気圧が一定だと、今度は一定の体積1モルね、気体だと 22.4 リッターに含まれる粒子の数、アボガドロ数、ね、NA が一定に決まると。マクスウェルは1860年に気体分子運動論を提出したと。分子を完全、断性球とみなし、衝突によって実現する速度分布がマクスウェル分布ね、積分布に従うことを導いたということで、ね。左の方はね、これ気体分子の速度分布ですね。で、左の方は気体分子の速度分布と温度をね、比較したものですね。
それぞれの、温度によってこういうふうにね違ってきますね。でこっちの方は気体分子 の、 速度分布と気体子ですね。それぞれ の、 水素とかねヘリウムとか水とか窒素酸素ねアルゴンとかねこういうものはこういうふうになってますね。以上です。